古典ギリシャ語の牛公式の例。矢印で示した向きに読んでいく。牛公式、またはブストロフェドンとは、写本や名文の初期に用いられた古代の筆記方式。現代英語のように左から右へ、また、ヘブライ語やアラビア語のように右から左へ文字が並ぶのとは異なり、一項ずつ交互に逆方向へ読み進める。ブストロフェドンの名はギリシャ語に由来する。 この語源はベータ。シグマタウロイプシロンファイプシロンヨータニューで、書き手の手が前後に行ったり来たりするのが、畑の上で隙を引く牛が一列の終わりで、引き返すのに似ていることから来ている。セイフティックなど多くの古代の文書には、牛公式が頻繁に使用されたか、あるいは常用された。しかし、ギリシャでは、アルカエック期の古い名文に見られるのがほとんどで、ヘレニズム時代には、 次第に使用されなくなっていった。ラッパヌイの木版や他の陰国の施された加工物にもロンゴロンゴと呼ばれる未解読の文字が牛公式で書かれている。ロンゴロンゴでは文章は一行ごとに180度回転させて書かれており鏡文字にはなっていない。これは特にリバース・ブストロフェドンと呼ばれるありがとうございます。